はい、どうもミニマリストのたけるです。先日アップしたおじの生前整理が大好評で、視聴者の皆様からたくさんのこういったご意見をいただきました。片付け動画を見ると自分の片付けがはかどりますとか、この動画を両親に見せたいですとか、こういう片付け動画をもっと上げてほしいなどですね。そこで僕が考えたのは、僕がねしょっちゅう今後お部屋の出張片付けに行くわけにはいかないので、ただ実は過去に何十件何百件とお部屋の片付けをしたことがあるんですよ。再生リスト動画にも残ってますけど、でそれらの動画をまた新たな形にして再放送してはどうかと思いました。その目的としては、お部屋の片付け生前整理のリアルを見てほしいし、片付け断捨離同然整理生前整理の重要性も広まってほしいし、あとはぜひ皆さんにも片付け動画を見ながら聞きながら片付けてほしいし、そしていろんな片付け動画を見ていただいた上で、なぜ物が増えるのか、お部屋ができていくのか、原因を知ってほしいなと思います。そして最後の目的としては、どうやったらお部屋が片付いていくのか、理解納得行動してほしいなと思っています。で、今回の動画では約5年前くらいに大好評だった、なんなら過去一ですね、僕のチャンネルの中で片付け動画では一番再生された、もうね累計200万回ぐらい再生されてるんですけど、祖母の生前整理の動画があるんですよ。実はちょっと裏話を話すと、僕も最初祖母の生前整理いやいや承諾しました。母からの依頼を受けて、ただ祖母の生前整理の動画がすごく皆さんから、5年前ですよ、5年前でも大好評でめちゃくちゃ人気だったんですよ。それをきっかけに僕のチャンネルでは出張お部屋の片付けっていうのが始まっていった経緯があるんですね。あ、お部屋の片付け生前整理遺品整理って皆さん興味があるんだと。僕はね、片付ける側としてはすごくしんどいですけども、でもそのお部屋の片付けのリアルが見れるし、あとは例えば出張お部屋の片付けであれば、僕がいろいろねそのご依頼者さんに質問するわけですよ。これ本当にいりますとか、使ってますとか、なくてもよくないですかみたいに、そのコーチングっぽいことをするから、それを見たり聞いたりしてる視聴者さんの皆さんも、あ、確かにそうだなって思ったものがあれば、どんどんバッサバッサ捨てられるっていう相乗効果があるんですね。そんな経緯があるので、今回まず手始めに僕のチャンネルでお部屋の出張片付けをするきっかけとなった、そして累計で200万回再生されている祖母の生前整理動画、当時は動画4本構成で公開してたんですけども、今回1本に凝縮して1本にまとめてみましたので、ぜひご覧ください。この動画を最後までご覧いただければ、老後生活のリアルがわかると思うし、その皆さんの老後生活に向けて、あ、こういうこと気をつけないといけないんだなとか、あ、こういうふうに買い方気をつけようとか、こういう収納はしてはいけないなとか、こういうものは持たないようにしよう、こういうものは捨てていこうっていう反面教師にしてほしいし、いろんなね気づきがあると思います。それではご覧ください。はい、ということで、今僕は祖母の家に来ているわけなんですが、これから数日住み込みで片付けをしていきます。で、今祖母は介護施設にいて、もう85歳になるんですけど、もうこのアパートには誰も住んでいない状態が半年以上続いています。誰も住んでいないのに家賃だけが支払われている状態で、まあ、正直もったいないじゃないですか。でも、まあ、ご覧の通り物が大量にある状態で全然減らなくて、僕の母一人がちょくちょく片付けに来ているようなんですけど、一向に減らないので、で急遽僕が助っ人で呼ばれた感じです。今動画撮影しているのが6月末なんですけども、7月末までにこの賃貸アパートの解約手続きができるように片付けを手伝ってほしいとのことだったので、愛知県からはるばる新潟までやってきました。もうすごいですよね。まあ、かなりこの賃貸アパートは古いアパートで、祖母一人で住んでたんですけど、おじいちゃんは去年
亡くなって、ずっとそこからおばあちゃん一人で住んでたんですけど、そのおばあちゃんも2018年の11月末ぐらいに脳梗塞で救急車で運ばれて、でしばらく入院した後、もうそのまま介護施設に入ったので、もうほぼそのまんまの状態なんですね。で、これから何回かに分けて片付け動画を撮っていきたいと思うんですけど、物が多い大変さだったり、片付けのコツだったり、生前整理の重要性などをお伝えしていけたらなと思います。ということで、今の現状を動画で収めておきたいので、どれだけ物が多くて大変な状態なのかっていうのを皆さんにお見せしていこうと思います。ただ一点だけ注意してほしいのは、かなりね、この賃貸アパート古くてだいぶ汚れてます。で、物も多くてお見苦しいところというか、見るに耐えないところも多々あります。で、半年間誰も住んでいない状態でかなり埃も溜まっているので、特にお食事中の方は気をつけてください。かなり強烈です。ただですね、数日かけてこの部屋を綺麗にしていきたいと思いますので、まずはその片付けに取り掛かる前の状態を動画で収めておきたいと思います。前置きが長くなりましたけど、早速ルームツアーをしていきたいと思います。では、玄関から行きましょう。はい、ということで玄関にやってきました。玄関の状態はこんな感じですね。いやー、だいぶ物が多いですね。そして汚い。一応上から下まで見せておくと、こんな感じですね。はい、なぜかここにね、石があるっていう。なんで石があるんでしょうか。で、多分もうおじいちゃんの靴はないと思うんですけども、まあだいぶあれですよね。無造作に置かれていて、結構汚い靴があったりします。1,2,3,4,5。そして上に6,7って感じですね。7足。で、その横に杖があって、これなんだろうな、開けるのが怖いな。折りたたみ傘ですね、これは。で、靴べらがあって、花があって、この辺も、なんだろう、これ。手袋、傘、軍手、鉢の受け皿かな、これは。なんかすごいこの辺を写すと綺麗ですよね。ただちょっと下の方を写すとかなり汚いかなっていう感じですね。で、玄関の上の方には多分靴箱とかビニールシート、あとバケツとかあったりしますけど、まあこういうのも多分使ってないでしょうね、きっと。必要ないものがあるっていう感じで、はい、その横には昇進っていう言葉の掛け軸って言っていいのか、色紙ですね、これ。はい、これから精進して片付けしていきます。ではでは、別の場所に行きましょう。で、こちらが玄関入ったところなんですけども、いやー、これすごいですね、物の量が。玄関周りはこんな感じになっております。で、こちらに多分灯油ですね。まあ、中には入ってないですけど、灯油を入れる容器が2つあって、で、そのお隣にあるのが、草刈り用の鎌ですね。これでもこんなにいるのかな。で、なぜかここにね、郵便物があるっていうね。あとビニールシートがあるっていう感じですね。はい。そしてこれはマーガリンの空き箱ですね。なんでこれ捨てないんだろう。で、すだれがあって、多分これは夏に使うやつだと思います。で、ここに電池があって、はい、これヨーグルトのやつで、なんかいろいろ収納ケースになってますけど。はい。そしてここにゴミがあると。いやー、こういうの捨ててほしいですよね。はい。これも多分、ちょっとこれ汚いので見せないでおきます。はい。で、ここに郵便物がちらほらあって、多分これは重要なやつですね。で、ここにある紙おむつ類は、おばあちゃんの介護施設に持っていくやつだと思います。はい。で、その横にもですね、箱がたくさんある感じですね。そして玄関横にあるこちらの収納棚もちょっと見ていきます。まず上から、まあ、針みたいなやつがあって、ビニール紐があって、まあ、これはちょっと使えそうですよね。で、マスクがあって、まあ、これも多分新品だからちょっと片付けするときに使えそうですね。で、鍋敷きがあって、で、鍋の中に豆腐のケースがあると。いや、捨ててほしい。で、ポリ袋ですね。あ、これは使えそうだな。ここもすごい汚いな。そして、その下にあるのが、ゴミ袋類ですね。これはすごい使えそうです。で、そのお隣に雑巾があって、これはスポンジか。
で、こちらにはアルミホイルが1つとラップが2つですね。はい、その下にはこの大量のビニール袋が。いやー、これすごいですね。僕のチャンネルではね、よく言ってるんですけど、こういうビニール袋とかもね、無限に増えていくので、まあある程度やっぱり数を制限した方がスッキリしますよね。さらにその下には、キッチン掃除用の多分、道具とかが入っているんだと思います。で、この中には紙袋系ですね。まあ、これだけボロボロだったら使うこともないですよね、そんなに。だいたい紙袋使うときって人に何かプレゼントするときに使うと思うんですけど、こんなにくしゃくしゃだと使い物にならないですよね。で、その後ろには冷蔵庫があって、いや、この冷蔵庫の中ももともとすごい状態だったらしくて、母親が僕が来る前にだいぶね、綺麗に片付けてくれたんですけども、まあ、ひどいありさまで、食べ物とかがね、もうだいぶ腐ったりとか、カビが生えたりとかして、すごい状態だったそうです。ちょっと開けてみます。よいしょ。はい。なぜかタオルが入っているっていうね。はい。これもうね、凍って取れないそうです。はい。で、その下が、まあ、これも汚いですね。はい。で、なぜかゴミがね、冷蔵庫に入っているっていう。で、これは、信州生まれの、美味しいトマト、柔らか枕、冷たいやつですね、という感じで、まあ今はだいぶ綺麗になってますね。そして冷蔵庫の横に電気ストーブがあって、謎のペットボトル、はい、怖いですね。これ飲んだら一瞬で腹が下りそうで、またすだれがあって、これは多分炊飯器ですね。これ空き箱かな。これ牛乳パックの半分切り落とした底の方ですね。なんでこれがあるんだろう。で、その上には、キッチンタオルとかがあって、はい、出ました。物を溜め込みやすい人の特徴、割り箸をね、何本も取っておくっていう。はい。そして多分これはキッチンタオルの芯ですね。はい。そして、これもまた、あれですね。お酒のパックの底を切り落として収納に使うっていうパターンですね。もうどんどんこうやって収納増やしていくから多分物が増えるんでしょうね。ああ、また割り箸が出てきた。で、ここからはちょっとね、キッチン移していくので若干汚いですが、グロ注意です。はい、今こんな状態ですね。まあ母親がちょっと片付けを進めてくれたので、ここら辺にゴミ袋があったりとか、ここに燃えるゴミがあったりしますけど、いやー汚い。もうちょっとね、汚すぎて、あれなので、ちょっと遠目から映します。はい。こんな感じにキッチンがなっていて、ちょっと怖いですけど、キッチン下収納も見てみたいと思います。いやー、これはちょっと動画じゃ伝わらないですけど、かなり強烈な匂いがします。ちょっと換気扇を回そう。フライパンとか鍋がビニール袋に入ってたりとか、手前にあるのはお酒かな。あ、お酒ですね。これ多分未開封のやつですね。で、手前に醤油があって、あ、多分これお酒ですね。で、多分これカップ麺とか。はい、この辺もだいぶ物がありますね。そして、お隣は、調味料があったりとか、多分後ろにあるのはゴミですね。あと下にあるのは多分やかんですかね。これは何だろう。ああ、食料かな、これ。あ、なるほどね。お赤飯ですね。はい、そしてこういうね、もう捨ててもいいようなペットボトルがあるという感じで。はい、ちょっとね、あまりにね、強烈な匂いと汚れということで、マスクと手袋しました。すいません、こんな格好で申し訳ないです。はい、そしてコンロの横には、また色々なものがあるんですけど、まあ、この辺もね、だいぶ汚いんで、ちょっと遠目から見せますが、はい、この辺もですね、いろんなものがありますね。で、洗濯機があって、お盆があって、洗濯洗剤があって、で、洗濯カゴとかがあって、多分この辺はお掃除道具ですね。ちょっとね、お風呂はね、だいぶ汚れてるんで見せないでおきます。はい、お風呂の一部を見せるとこんな感じですね。もう下の方はね、だいぶ汚いんで見せないでおきますが。この辺には、リンス、シャンプー、ボディーソープ、またリンス、
なんでリンス2本もあるんだ。そして入浴剤、あとこの辺は多分掃除道具ですね。でお風呂のお隣がトイレになるんですけど、このトイレもですねだいぶ汚いんでちょっと見せないでおきます。あと食器棚もねこちらにあるのでちょっと見せていきたいと思います。はい、ちょっとね上から見ていきたいと思うんですけど、小魚アーモンドのこの怪しげな段ボールがあるんですけど、これ開けるの怖いな。食器棚の中にははいラップが3本もありますね。こんなにいらないですよね。で多分これ水筒を入れるやつと、はい、なんか受け皿と、これは漆塗りの器ですかね。でなんかちょっと高級そうなのがありますけど、なんだろうな、これはそうめんですね。多分いいそうめんじゃないですかね、きっと。あとはこういうねキムチの空いたやつ、すごい綺麗に洗っていいんですけど、使わないですよね、こういうの取ってあっても。はい、タッパー、水筒、そばふりかけ、なんかの容器、はい、こういうのも使ってなさそうですもんね。これには片栗粉が入っていて、はい、クッキーの空き缶ですね。こういうのも多分いずれ使うと思って取ってあったんでしょうね。はい、その下にはもう食器がたくさんあります。これはホットモットの、こういうのもなんで取っておくんだろう。これは塩かな。こういう塩とかもキッチンのところに収納すればいいのにって思うんですけどね。こういうストローとかも絶対使わないですよね。はい、また出ました。これは梅干しの空き容器ですね。ふりかけわさび、これもわさびじゃないよなこれ。はい、そしてなぜかここにオリーブオイルがあるっていうね。はい、爪楊枝で、またここもすごいな、これスプーンとか、これはデザート用のフォークですかね。こういうのも多分いつか使うと思って取ってあったんでしょうね。いやーすごい、いやもうこれキリがないな。はい、そして次行きます。こちらにはねフォークとかスプーンがあって、はい、また割り箸が出てきました。はい、もう割り箸がねもう何本もあります。でパスタがあって、コーヒーのミルクがあって、あとはもうこの辺は布巾とかですね。で冷麦があって、はい、これも冷麦もですね、これ1個空いてるのにこっちも空いてるんですよ。で、また、はい、出てきました。スプーンですね。で、何これ?なんでこんな曲がってるんだろう?皆さんこんなフォーク見たことあります?これどう使うんだろう?面白いな。はい、また出ました。ストローですね。これ絶対こんな奥にあったらわからないですよね、あるの。はい、という感じで。ちょっとキリがないので次行きます。で、こっちには、紅茶、わかめ、はい、フォークとかスプーンとかたくさんありますね。もうこんだけフォークとかスプーンあったら、まずこっちのフォークとかも絶対いらないし、ましてはこういうねプラスチックのフォークとかストローとか絶対いらないですよね。はい、そして出ました、またこの大量の割り箸。わーすごい。はい、ではその下に行きます。はい、ここにはお茶があったり、なんかいろいろありますね、食材のストックが。信州そば、あ、これ絶対美味しいやつですね。はい、奥の方にねまた包丁はあるんですけど、ちょっとねこれはだいぶ汚れてますね。動画じゃ伝わらないかもしれないですけど。で、これ魚肉ソーセージだな、懐かしいけど。はい、見えますかね、これ賞味期限が2018年の6月26日です。はい、そしてお隣にはなんかすごい、この下に味噌汁のインスタントがたくさん山のようにあります。はい、これもこれもこれも味噌汁のインスタントですね。ではこの辺にしておきましょう。はい、続いてメインのお部屋に移ります。まあ、この辺はですねちょっと書類とか住所移っちゃうといけないんで、あんまり移さないようにしますが、もうかなりの紙類がありますよね。で、この辺にも結構紙類があったりとか、いやー、この物の量がすごい。これ一つ一つ仕分けするの絶対大変ですよね。すごい状態です。で、机の下にもですね、まあゴミ箱があるのわかるんですが、なんか段ボールが置いてあったりとか。はい、もうこの湯飲みもですね、もうだいぶ汚いです。半年経ってるんで。これは何だろうな、ハサミかな。これは裁縫道具。こういうチラシとかもね、多分チェックしてたんでしょうね、きっと。
で、この辺には文房具があったり、ハサミがあったり、ペンがあったり、多分こういうサプリメント系はすごい飲んでたんですよね、きっとね。で、こちらにテレビがあって、まあ、その上にもいろいろありますね。ここの辺にはお菓子があったりとか、これなんだろう。はい、まあ、ここにね、もともとおじいちゃんの家があったので、多分そのためのやつですね、きっと。で、ここにハサミがあって、またペンがたくさんあって、もうライターもこれ絶対使わないやつですよね。で、その下にも結構いろんなものがありそうですね。はい、そしてテレビの下はまた懐中電灯とか紐系がありますね。あと電球とか、あと将棋盤があったりとかしますけど、これはつくのかな。はい、これも電池つかないですね。いや、これいざ万が一の時とかも意味ないですね。てか豆電球ないし。はい、ではこちらの本棚と言っていいのか。いやー、ここが一番物多いですね。はい、この下にはアルバムがあって、その上には雑誌がたくさんあります。もう動かない時計があったり、奥にはアイロンがあったり、ポケットティッシュも山ほどありますね。セロハンテープとか電池のストック、もう使えないセロハンテープも取ってありますね。あ、印鑑とか、あー、この辺なんかすごい重要そうなのが。そして問題のこちらなんですけども、いやー、すごいなー。はい、この辺もですね、もう奥の方にもいろいろあったりとか、もうこれまたポケットティッシュありますよ、これ。で、奥の方にはですね、家族の写真があるんですけど、もう奥の方にあって何が何だかわかんないですね。はい、そして下の方にはまたか、契約書があったり、電卓、のり、マッキー、文房具、マッキーも2本あって、はい、もう山のようにあります。で、下の方にももう何が何だか、わからないですけど。はい。そしてこれは多分ゴミ袋で、この辺はなんかお菓子系ですかね。そして下には、あ、タオル系ですね。いやー、このタオルも本当に山のように、二人暮らしとかだったら絶対こんないらないですよね。で、この辺にはチラシが山積みになってますね。いや、これも段ボールの中もぎっしり入ってますね。はい。で、こちらが寝室になります。ざっと全体を映すと、こんな感じですね。はい。もうおばあちゃんは結構ファッション好きらしくって、服がたくさんあるんですよ。この辺は全部衣装ケースですし、はい。この辺もですね、全部衣類だったりとか、あと着物が入ってたりします。で、奥の方にはスーツだったり、礼服があって、で、さらにこちらの方もすべて服になります。で、言うまでもなく、もうこの辺もかなり物が大量にあります。はい、で、先ほどのこちらのタンスをですね、ちょっと細かく見てたらですね、これだけの宝石が見つかりました。ちょっと時間の関係上一つ一つはお見せできないんですけど、もうこの中には金だったり、プラチナだったり、ダイヤモンドもあったので、いや、こういう楽しみがあるといいですよね。で、こちらの宝石はもうほとんど売らずに母が預かるそうです。ちなみにこれがダイヤモンドで、この指輪のはめる部分がプラチナでできてたりとか、この辺はもう金ですね。これも金のイヤリングで、これも金ですね。で、これの指をはめる部分はプラチナみたいです。で、この辺も金のネックレスですね。で、これもプラチナのネックレスだったり、この金色のやつも金みたいです。いやー、すごい。はい、ということでルームツアーはいかがだったでしょうか。まあ、だいぶ物が多くて汚いところもたくさんあったので、お見苦しいところは多々あったと思うんですが、もうとにかくこれだけ物が多いと、生前整理も大変だし、遺品整理も大変になるということが、この動画でお伝えできればなと思います。実際これから、今から、僕と僕の母親でこれだけたくさんの量を片付けていくわけなんですけども、もし仮に今回僕が助っ人に来なかったら、母一人でこのすごい量の片付けをしなければいけなかったので、もうすごい嫌ですよね。もう見ただけで憂鬱になります。で、とにかく今回の動画で皆さんにお伝えしたいのは、皆さんのお子さんが遺品整理で苦労しないためにも、
皆さんが元気なうちに生前整理をしてほしいと、とにかく物を減らしてほしいということです。そうしないと、もし仮に皆さんがお亡くなりになられた時に、周りのご家族が大変な思いをすることになります。ぜひ元気なうちに整理整頓して、物を減らして片付けて、そして重要書類とか契約書とか貴重品とか貴金属などはご家族が分かりやすいところに置いておくとか、場所をご家族に知らせておくとかして、片付けしやすいようにしておくといいのかなと思います。僕の祖母は突然病気になって入院して、で退院して即介護施設に入ったので、生前整理する間もなく介護施設に入ったわけなので、もうこれだけ大量のものがあって、そして重要な書類もどこにあるのかもわからず、もうこれからコツコツとやっていくしかないんですけども、まあ、かなり大変な作業になると思います。なので繰り返しにはなるんですが、皆さんの周りのご家族、お子さんに苦労をかけないためにも、今のうちから、元気なうちから身の回りを整えてほしいなと思います。はい、ということで、今僕は祖母の家にいるんですけども、生前整理をしておりまして、今から衣類を処分していきたいと思います。まあ、かなりの量があるのでね、まあ、どれだけ時間かかるかわからないですけど、残すものは着物しかないので、残りのものはね、とにかく徹底的にゴミ袋に詰めて処分していきたいと思います。こちらの特大サイズのゴミ箱に服を入れていきたいと思います。何袋になるのか。はい、それでは始めていきたいと思います。はい、まずですね、この辺に服を一箇所にまとめていきます。はい、とりあえずですね、この一帯の洋服は全部出し終わりました。いや、この数がすごい。片付けはもう時間との勝負なんで、売れる服があってもとにかく全部処分していきます。はい、続いてはちょっと見えにくいと思うんですけど、こちらのね、収納ダンスにも洋服があるので、そちらを一旦全部外に出します。で、一部着物があるので、それは残しておきます。はい、ということで、こちらの下4段の服は全部こちらに出しました。いやー、それにしてもすごい量だ。足の踏み場がない。はい、でまだ終わりではなくてですね、まだ後ろの方にも全然衣類があるので、それもこちらに一箇所に出したいと思います。
はい、ということでですね、もう片方の部屋の押し入れの中に、このお茶っていう、これ木箱なんですけど、この中にも服が入ってるので出していきます。はい、これで服全部になりました。いやー、これすごい量ですね。もう足の踏み場がないです。はい、もう6畳の部屋いっぱいです。いやー、これ何着あるんだろう。はい、ということで服をすべて出し終わりましたので、今からこちらの特大サイズの燃えるゴミ袋にどんどん詰め込んでいこうと思います。はい、大体ですね、この特大サイズの燃えるゴミに30着入りました。じゃあまだまだあります。はい、続いて2袋目です。どんどん行きたいと思います。はい、これでようやく5袋目が終わりました。計150着です。まだ半分以上あります。はい、ということでこちらが10袋目です。合計300着になります。それでもまだまだありますね。はい、今反対側の部屋はこんな感じになってます。いやー、すごい量。これ1袋30着入っても結構な重さで、僕はもう3日経ったら愛知に帰らなければいけないので、これ母一人がね、10袋以上のこれだけのゴミを出すのってもう相当大変だと思います。もう服を持つってそれだけでね、もう大変なので、皆さん最小限の服だけ持ちましょう。はい、ということで、ちょっと衣類を片付け始めてから約1時間半ぐらい経ってですね、ひとまずちょっと休憩しております。ぜひ皆さんもですね、生前整理をするとか遺品整理をするとなった時は熱中症にだけ気をつけてください。ちゃんと水分補給をしたりとか、エアコンをつけたりとか、服を着替えたりとかして、体調管理だけはね、しっかりするようにしてください。ということで、もうちょっと休憩したらまた改めて服を片付けたいと思います。はい、今からさくらんぼ食べます。めっちゃ美味しそう。はい、ということで休憩終わりましたので、引き続き服を捨てていきたいと思います。
とりあえずですね、服全部入れ終わりました。で、隣の部屋にかなり大量のボディタオルがあるので、そちらもですね、こちらのゴミ袋に入れていきたいと思います。はい、ボディタオルもですね、こんなに山のようにあります。終わったぜ。はい、ということでですね、服の片付けは終わったので、果たして何袋になったのか、ちょっとここに並べていこうと思います。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、もうあの大量にあった洋服が特大サイズの燃えるゴミの袋で15袋でした。いやー、すごい量ですね。で、大体ですね、一袋に30着の洋服が入ってるので、まあ最後の方ちょっとタオル入れましたけど、15袋あるということは、450着捨てることになりました。いやー、すごい量ですよね。僕の祖母一人の洋服だけで450着なので、もうそれがね、この 2DK の狭い賃貸に入っていると思うと、すごいですね。いやー、よう入ったな、450着も。で、先ほども言ったんですけど、僕、この後3日間だけ片付けたらもう愛知に帰っちゃうので、この15袋の大量のゴミの山を母一人でゴミ捨て場に持ってかなきゃいけないので、もう相当大変だと思います。ということでですね、もうこれから生前整理する方はですね、もうとにかく洋服は減らしてください。もう絶対に450着も必要ないと思うので、せめてね、今着る服だけ、今の生活に必要な服だけを残すようにしてください。で、今回ですね、洋服の片付けをし始めてから、おおよそ2時間とか3時間ぐらいで終わったので、まあ休憩とかもちょっと挟みましたけど、まあ想像より時間がかかりましたね。もうただ捨てるだけなので、もう1時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、結構やっぱりハードでした。なのでぜひ皆さんも片付けをするときはね、こまめに休憩を取りながら、水分補給をしながらやってほしいなと思います。はい、ということで、今僕は祖母の家に来てるわけなんですけども、前回の動画に引き続き生前整理をしていきたいと思います。昼間はご覧いただいてもわかるように衣類を片付けてました。このね、6畳の部屋いっぱいにゴミ袋があります。すごい量ですよね。で、まだまだたくさん物があるので、ひたすら片付けをしていきます。で、今から片付けていくのはこちらの部屋です。昼間に母親が片付けてくれたので、最初の状態よりはかなりスッキリしてると思うんですけど、それでもまだ物が多いので、とにかくいらないものを捨てていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。ということで、片付けをしながら気づいたことなどをナレーションで入れていきたいと思います。まずは壁に取り付けてあるものを外していきます。で、これらのものは全て画鋲とかネジなどで固定してあったので、すごく取り外すのが大変でした。壁に画鋲を使って物をかけたりすると、いざという時に取り外すのが面倒ですし、怪我の危険性も高まります。さらには部屋がごちゃごちゃするので、できるだけ壁に物はかけないことをおすすめします。続いて収納棚の片付けをしていきます。効率的にパパッと捨てるために、ひとまずはここにある捨てられるものを一箇所にまとめていきたいと思います。一度収納場所から出すことによって、やらなければいけないという精神状態になるし、綺麗になっている達成感を味わいやすくなるので、とても効果的な方法です。ただ床が汚れてしまったり、ホコリが舞ってしまうこともあるので、片付ける量や好みに応じてやり方を変えてみてください。で、結構こういうところに重要なものがたくさんあるので、書類とか契約書とか通帳とか印鑑とか年金手帳があるので、紙類、書類関係の片付けは慎重に行ってください。もしこれから生前整理をする、遺品整理をされるという方は、重要なものは一箇所にまとめておくことをお勧めします。
はい、ということでひとまずね、ここの収納棚にある捨てられそうなものは全部出しました。先ほどの収納棚にはいろんなものがあって、文房具だったり薬だったりお菓子だったり本だったり、すべてバラバラで収納してあって片付けにくかったので、ジャンルごとにまとめて収納しておくと片付けしやすくなるし、見た目もすっきりすると思います。そして大量のマッチ箱だったり、絶対にいらないでしょっていう雑誌やチラシ、郵便物はこまめに捨てることをおすすめします。はい、これは1年以上も前のレシート領収書の山です。家計簿をつけたらすぐに捨てないとゴミの山になります。そしてこれらはすでに使い終わった封筒です。何かに使えると思って取ってあったと思うんですが、絶対に使うことはないと思います。さらに容器から溢れんばかりのポケットティッシュもありました。これもこんなに必要ないですよね。あとはお菓子の容器だったり、使い物にならない懐中電灯は残さず捨てるようにしてください。これは何も入っていない空き瓶で、これはもう使い終わったセロハンテープです。ゴミを残さずすぐ捨てることは部屋をすっきりさせる上でとても重要です。そしてこの大量のものの奥底から年金手帳と通帳が出てきました。こういう重要なものは分かりやすい場所に収納して、そしてすっきりさせておかないと誤って捨ててしまう可能性があるので気をつけてください。こちらの段ボールに入っているのは雑誌だったりチラシだったり郵便物が入っていました。こういうのも読み終わったら処分して、重要なものとそうでないものに区別しておくことが大事です。
はい、この辺のものもすべて一箇所にまとめていきます。壁にかかっているものもすべて取り外していきます。ここで壁に刺さっていた画鋲を床に落としてしまって5分くらい探し回ってました。やっぱり画鋲は使わない、壁に物はかけない、吊るさないに越したことはないと思います。はい、それではこの山を片付けたら今日はもう終わりにしたいと思います。それにしてもあれだけのスペースにこれだけのものがあるなんて驚きですよね。はい、お金を発見しました。まあ、大した額じゃないと思いますが。はい、ということでね、ひとまず片付いたのでまた明日片付けたいと思います。それでは、はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画では片付けを1時間ほどしていたんですが、すごい物の量だったのでどっと疲れました。まだ祖母の家は 2DK の賃貸アパートなのでマシな方なのかもしれませんが、これが一軒家の広い家となるともっと物が多いのかもしれません。なので今回の動画を通じて生前整理の重要性だったり、遺品整理の大変さだったり、いかに物が少ないことがいいことなのかが伝わったらなと思います。で、今からこちらのキッチン棚にあるものだったり、まあ、この辺にあるですね、細々したものを処分していきたいと思います。はい、今現状はこんな感じです。ではやっていきます。食器棚には食器はもちろん、ラップのストックだったり食べ物系だったり、タッパーだったり調味料がありました。
で今回食器は母が売ったり捨てたりしてくれるそうなので、それ以外を捨てていきます。で大量に物がある場合の片付けのコツは、悩まず簡単に捨てられるものから捨てていくことです。中身の入っている調味料だったり、中身の入っている缶、瓶だったり、分別が難しいものだったり、ちょっと処分に手間のかかるものは後回しにして、リズムよくテンポよく捨てていくことが大事だと思います。はい、終わりました。はい、なぜかですね、この缶の中に千円札っぽいのが出てきました。なんで、ほんとこういうことってあるんですね。なんでこんなところに千円が入ってるんだ。ちょっと見てみましょう。おー、はい、なんと缶の中から夏目漱石の千円札が5枚も出てきました。はい、今ですね、紙袋の中からこんだけのデザートのフォークが出てきたんですけど、絶対こんなにいらない。で、なんといっても物を溜め込む人が多く持っているのが、割り箸だったりストローだったりプラスチックスプーンのストックです。おそらくいつか使う、取っておいて損はないと思って残してあると思うんですけど、普段使っている食器で十分だと思うので、捨てることをおすすめします。はい、見てください、このスプーンとフォークと割り箸の数の量が。なんとここで職人手作りの包丁が出てきました。ちょうど我が家の包丁がもう切れ味が悪くなって買い時だったので、持ち帰りたいと思います。そして食器棚には食べ物が多いと思うんですが、この先食べないようなものはちょっともったいないですけど、処分することをおすすめします。でないと収納スペースが狭くなるし、あることを忘れて新しく買ってきたり、まだあるのに新しい方の封を開けたり、賞味期限が切れて捨てる羽目になるからです。はい、めちゃくちゃ恐ろしいことにですね、全部賞味期限が切れてます。これ2005年です。これも2005年、これ2014年、そしてこれは2009年です。これは、はい、これもですね、2019年の5月29日なので1ヶ月賞味期限切れてます。いやー、もったいない、美味しそうなのに。はい、そしてこの春雨もですね、賞味期限2008年になってます。いやー、もう賞味期限、消費期限の切れた食品は絶対捨ててください。はい、これらも全部賞味期限が切れてます。はい、このポン酢もですね、2016年が賞味期限で、こういうご飯もですね、2018年が賞味期限になってます。そしてこちらがインスタントのお味噌汁なんですけど、賞味期限2018年です。いやー、恐ろしい。そしてこういった飲み物もですね、賞味期限が2017年になってます。いやー、もったいない。このお酒も賞味期限が2018年になってます。
はい、次はですね、この辺片付けていきます。ウーロン茶の缶が出てきました。すごいなんか珍しいですね。でも賞味期限が切れてます。続いてこの辺を片付けていきます。はい、この辺の収納棚にも正直僕からしてみたらいらないものばかりで、ここにあったもので唯一必要だなと思ったのはハサミとゴミ袋とビニール袋とビニール紐と、あとラップとかアルミホイルのストックは必要だなと思いましたけど、もうそれだけだったらこんなに大きな収納棚も必要なくなって、よりキッチンも広く使えるのかなと思いました。このハサミが錆びてて使えません。閉じない、閉じないし開かないし。そして玄関掃除の時に靴が何十足と出てきて、もちろんライフスタイルにもよりますが、今必要な靴だけを残して、もう履かなくなった靴、履きにくい靴、歩きづらい靴、サイズの合わない靴、ボロボロの靴は処分するといいと思います。本当はこういう靴とかも売りに行けばお金になるんでしょうけど、あまりの物の多さにそんな余裕はなかったです。一つ一つ物を売っていたら持ち運ぶのにも時間がかかるし、売るお店まで何往復もしなければいけなくなって、部屋が全く片付かなくなります。なので皆さんが元気なうちからコツコツ生前整理をしていただければ、売る余裕もあったかもしれないんですけど、でもたとえ売ったとしてもその労力に見合ったお金はもらえないと思うので、正直環境には良くないですけど、もうそんなね余力がないぐらいものが多いので、もう使わないものであれば捨ててしまった方が効率的かとは思います。でも本当にね、このキッチン下収納はひどくて、お寿司についてくるわさびが大量にあったりとか、
あとはね醤油差しだったり餃子のタレも取ってあったりとかもしました。あとねこんな風にお吸い物の粉もありましたしね、また醤油差しがあったりとか、あとねなぜか釘とかね画鋲とかもたくさんありましたね。でこんな風にね使い終わったスプーンを残してあったりとか、あとはね毎度おなじみの割り箸も大量にありました。で何か付属でついてくるような醤油とかわさび生姜七味とかねソースとかもうたくさんありました。こういうのってね絶対使わないですし取っておく必要はないと思います。でこのキッチン下収納には使っていないようなフライパンがいくつもあったり、長いこと使っていない大きな瓶がたくさんあったり、賞味期限切れの調味料だったり食べ物飲み物がたくさんありました。もし皆さんがこれから生前整理される場合の捨てる基準は、今の生活で使うか使わないかで判断するといいと思います。使えるか使えないかで判断してしまうとどんどん物が増えていくからです。でキッチン下収納は調理場ということもあるし、食料品もあるし、水回りということもあるので、使わずにほったらかしになっていると悪臭を放つようになります。なのでこういったところはこまめに整理整頓片付けをすることが大事だなと思いました。キッチン下収納終わり。はい、玄関のこの上にあった荷物を全部撤去して、そして下の方もですね全て撤去しました。でこの辺はまだまだちょっとね汚いですけど、でもだいぶ処分しました。で玄関横のこちらの収納も綺麗にして、はい、この辺はですねまだ片付け途中なのでまだ汚いですけど、キッチン下収納もね全部綺麗にしました。キッチン下には何もありません。はい、こんな感じです。はい、ということで今回はキッチン周りと玄関周りを片付けたわけなんですけども、毎度のことながらやっぱり捨てた方がいいものがたくさんありました。どうしても戦後物が貴重だった時代を生き抜いてきた方は特に物を溜め込みやすいし、まだ使えるものを捨てるなんてもったいないという気持ちもわかるんですが、現実問題その残された大量のものを最終的に片付けるのは皆さんの周りのご家族で、そして大量のものを処分するには時間もお金もかかるし、さらには精神的にどんどん憂鬱になっていく作業なので、そのことを踏まえてちょっとでも生前整理をしていただけたらと思います。今の生活に必要なものまで捨てろとは言いません。でも必ず中にはもう使っていないもの、必要ないもの、いらないものもあるはずなので、片付けてもらえると周りの家族もすごく助かると思います。ということで、もし今回の動画がちょっとでも参考になりました、よかったよ、楽しめました、スッキリしましたという方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして下の方にコメントもお待ちしております。ありがとうございました。